葛城市の大間寺中之坊で寺にゆかりのある中将姫に由来した桜が見ごろです。中将姫青岩桜と呼ばれるこの花は奈良時代に大間寺で出家し大間曼荼羅を一夜で織り上げたと伝えられる中将姫が各地を訪れる中岐阜県の寺で植えたとされる桜の2世です。国の天然記念物に指定されている樹齢1200年以上の枝を接ぎ木した苗木は5年前中将姫ゆかりの大間寺中之坊に贈られて植えられました。20枚から30枚ほどの白い花弁が八重に咲く山桜の変異種は年を追うごとに花の数が増えてきているといいます。すごくね可憐でちっちゃくてでもなんかこう芯のしっかりした本当になんか中将姫様を思わせるような可愛い素敵なお花だったと思います。春のうららかな陽気に包まれ満開から散り染めに向かう桜、見ごろはあと数日になりそうだということです。